はい、今回は タマホームの炎上事件についててやっていきましょうか大丈夫大丈夫というところでしょうかえ、こちらですね、裏社会で暗躍しているという噂のですね、滝沢ガレソさんがですね、タマホームの新入社員がパワハラを訴えたところですね、訴えた方の新入社員さんがですね、首になってしまうというようなですね、そんな事件をツイートされていましたので、え、こちらの事件についてですね、ちょっとやっていきたいと思いますと、このパワハラの実態ですとか、暴国みたいなですね、朝礼ですとか、もうタマホームのですね、 実態がやばすぎるんですよね。で、実はですね、過去にもうコロナ関係で、タマホームの経営陣がやばすぎるっていうようなですね、そんなお話があったんですけども、もう一度炎上してもですね、変われない企業だっていうことがですね、よーく分かったんじゃないでしょうか。えー、それではですね、早速ですけども、まずはですね、こちらのツイートを紹介します。有名ブラック企業、タマホームの女性新入社員、パワハラで闇にやむ、上司の電話に3コール以内に出ないと、 まるするぞと言われる。飲み会で先輩社員かっこ男の膝に座らされ、眼球に酒を入れられる。適応障害と診断され、休職申請。 会社としての対応としましては、診断書なんてどうとでも作れるので無効だという主張をされたりですとか、休職どころか解雇を通達されてしまうっていうのでですね。まあこれだけですね、パワハラが、えー、社会問題になっているにも関かかわらずですね、まだこんなことをやっている企業があるわけですよね。まあその企業がタマホームですっていうわけですよね。で、ちょっと写真の方も見ていきますと、 まず1枚目の写真ですね。えー、こちらですね、被害者さんのインスタの投稿でしょうかね。こちらにですね、えー、滝沢ガラスさんがコメントを付け加えてく,くださっていますけども。 日常的に凄まじいパワハラを受け続け、新入社員のメンタルが限界を迎えるっていうのでですね。まあこれおそらく病院のベッドの上からですね、寝ている状態で撮影してるんじゃないかなというふうに思いますけども、え実際にですね、ここに被害者さんがどんな被害に遭ったのかっていうのが書かれていますと。ちょっと読んでいきますと、胸ぐらららをををかかまれれれるるるるのののののも、も、も、携帯を投げられるのも頭から厚感被るのも慣たたたはずなななに、に毎回泣泣ききくなるのしんどい。泣きそうになった私を見て、 泣くんか逃げるんかって煽ってくるのもしんどい。多分この会社私に向いてなさすぎてしんどい。ひたすらにしんどい。会社いたら心臓飛び出るんかなレベルに。心臓痛い。心臓何個あっても足りない。しんどい。ひたすらしんどい。駐車場立たされてそこに立っとけ。今から引き〇〇するからな。とか言われるけど、もうほんまに〇〇してくれ。こんな会社出勤するぐらいなら〇〇してくれ。というふうにですね、えー、訴えているわけですよね。 まあこれですね、今の時代ですね、まあいくつかこう、パワハラの実態書かれてますけども、もう今の時代普通の企業だったらですね、一つやっただけでもアウトですよ。まあこれを全部やってしまうっていうのがですね、タマホームやみすぎますよね。うん。 で、続いてですね、こちら、えー、先ほどのですね、病院で出された診断書でしょうね。えー、こちらにですね、まあ、適応障害って書かれてますけども、適応障害の診断書を会社へ提出するも、診断書なんてどうとでも作れると逆に怒られるっていうのでですね、まあ、仮にですね、そんな疑いがあるのであればですね、タマホーム側がこの診断書をですね、発行した病院に確認を取るべきじゃないですか。まあ、確認もしないでですね、逆切れをして、こう、この診断書をですね、なかったことにするっていうのでですね、 まあ相当ブラックな企業ですよね。で、実際にですね、診断書ではですね、ここに適応障害っていうふうに書かれてまして、まあ不安ですとか、え抑、ー、うつ状態っていうふうに診断されてますよね。で、医者からもですね、えー、これですね、自宅療養をしてくださいっていうふうに書かれているわ,わけですけども、まあそのぐらいひどい症状が出てるわけですよね。まあ仕事しすぎないように無理しないように程度の診断書じゃないわけですよ。 まあ、医者がですね、仕事するな自宅療養しなさいって言ってるわけですからね、これ。で、被害者の方もですね、何のために病院行くんや、何しに病院行ったんや、診断書なんか自分でも作れるもんな、と怒られ続ける会社にいます。 やめたい、やめたい、やめたいっていうのでですね。まあ、なかなか決断がつかないのかもしれないですけども、こういう会社はですね、もうさっさとやめて、もう保険もらってですね、落ち着くまでゆっくりするべきですよね。うん。で、実際にですね、どんなパワハラをされたのか、証拠もしっかりと残っていますと、えー、上司の電話を早く取らないと、当然のようにまるするぞと言われるっていうのでですね、上司ですね、タマホームの野口さんっていう方でしょうかね。この野口さんにですね、たびたびこんなメッセージを送られてしまっていますと、 まあこの言葉でフィルターをして、これだけのメッセージが引っかかってるわけですよね。なので、この言葉以外にもですね、相当やばいメッセージを送ってそうですよね。で、こちらはですね、被害者さんのメッセージになりますけども、上司の電話3コール以内で出なかったら、○○するって絶対来るの、ほんと無理。 毎日無理、無理だーっていうのですね。まあ逆にですね、この野口にですね、電話しまくったらどうなるんでしょうかね。まあこういうやつに限ってですね、3コール以内で出ないですし、折り返しの電話すらしないんじゃないですかね。うーん で、最後にですね、参考動画も貼り付けてくださっていまして、これがですね、またやばいと。<laughs> これはパワハラとは関係ない話ですけど、まあまあ、こういう文化もパワハラにつながるんだろうなぁとは思いますけども、この動画はマジでやばいというところでしょうか。これはですね、もはやもう宗教のようです。タマホームの新入社員さんのですね、挨拶の練習でしょうかね。ちょっとこの動画もですね、流していきたいと思います。 もうなんか昔王将かなんかでありましたよねまあでも今時代が違いますからねもはやこれやばい宗教のようですし某国の軍隊のようですし本当気持ち悪すぎますよね。 もう自分が入社した企業がですね、こんな企業だったらもう一日で速攻やめますけどね。もう一日にも経たずこれやれって言われた瞬間、じゃあやめますって <laughs>。もう速攻やめますけどね。まあコロナの件でですね、タマホームが相当やばいっていう風に分かっていたと思うんですけども、なんでこんな企業に入ってしまうんでしょうかね。えー、今回のこのツイートですね、えー、いいねとリツイートしておきたいと思います。 ちなみにですね、被害者の方、きちんと社内の、えー、通報窓口にですね、相談をしたようなんですけども、えー、見事にですね、これ隠蔽されてしまったようですと、こちらのツイートも紹介しますね。女性はもちろん証拠意識を揃えて、タマホーム社内の通報窓口にパワハラを相談したそうですが、経営者一族お抱えの弁護士を含む対応班から、 同僚同士のふざけ合いの範疇であるという、まさかの回答で却下されたとのことです。タマホーム修羅のみが生き残るとんでもない会社っぽいですっていうのでですね。まあ、ある意味、会社に残った人もすごいですよね。まあ、よく困難に耐えて会社に残ってるなというふうに思いますけどね。で、まあ、こういうところでもお抱えの弁護士が助けてくれるみたいですね。こういう会社でも、まあ、どこかの弁護団も、なんか相当やばい弁護団いますけども、まあ、弁護士という名前を縦にですね、一般人を。 えー、同活してですね、丸め込もうとするですね、そんな弁護士が本当多いですよね。で、こちらの写真の部分がですね、会社からのコメントになりますかね。えー、社内調査結果を総合いたしまして、当社としては当日の状況があくまでもお酒の席で同僚同士がふざけ合っていたレベルを逸脱するものではなかったと改めて判断しましたというふうに言ってるんですけども、まあこういった企業でありがちなですね、隠蔽ですよね。 ま、何のための通報窓口なんだと。えー、東京都のこの監査委員会とかも一緒じゃないですか。何を訴えても揉み消すと。集団で訴えられないとですね、動けないような人たちなわけですよね。まあ、結局ですね、定裁上きちんと通報窓口を作ってですね、やってますアピールしてるだけなんですよね。まあ、外にはいい顔してですね、内部の社員にはですね、もう、もう冷たくあしらうというですね、そんな会社みたいですね。はーい。 でこちらはですね、今回の事件ではないんですけども、これもですね、タマホームのやばさがですね、よーくわかるような事件です。えー、タマホームですね、これ、えー、以前の動画でも昔ちょっと紹介したんですけども、ワクチンを打つとですね、出社禁止になってしまいますと。<laughs> <laughs> これちょっと動画もついてるんですけどもこれ動画全部流すと、えー、YouTube 的にアウトになりそうなので、まあ、ちょっと一部だけ紹介しまして前編は流さないですけども後でですねリツイートはしておくので興味がある方ですね僕の Twitter から飛んで、えー、見ていただければと思いますちょっとまず動画のですね後半の部分だけ、えー、紹介していきますね不安になっていると思いますそういう時どうすればいいかの秘密の言葉をですねこっそりと教えたいと思います それは大丈夫、大丈夫、というです大大丈夫大丈夫夫心の中とか、ですね、まあ、自分に向かってとか、家族に向かって、大丈夫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 、って言うと、ですね本当に大丈夫になってきますもう病気になると、ですね大丈夫、大丈夫と言い続ければ、ですね大丈夫になるようですと、<laughs> なわけないだろうと。 <laughs> なわけないだろうというふうに思いますよね。ちょっとこのツイートも紹介しておきますね。えー、知人のタマホーム社員がワクチンを打ったせいで出社禁止になりましたと。で、タマホームがですね、そんな話デマですと。うちはそんなことやってませんって言うんですけども、文春がですね、タマホーム社内でワクチン禁止令が出ているってうです、ね。<laughs> えー、報道してしまうんですけども、えー、事実と異なる内容が含まれており、誤った印象を与えますっていうふうにですね、えー、タマフォーム、えー、否定するんですけども、えー、じゃあ動画立つわーつってですね、この動画を出してきたという、ね、<laughs> こうやって嘘ばっかなんすよね。 コロナの対応もやばい。都合の悪いことはですね、嘘ついて隠蔽しようとするんですけども、こうやってですね、毎回毎回簡単にバレるわけですよね。まあ今回のパワハラもですね、余裕でやってますし、えー、もう隠蔽しようとしてるんですけども、見事にバレてしまってるわけですよね。まあ会社としてはですね、タマホーム校長みたいですけども、なんか株価はすごい上がってるんですよね。まあでもよくこんな企業にお金払いますよね。僕だったら絶対こんな企業にお金払いたくないですけどね。まあ結局こういう会社なので、 で今は好調なのかもしれないですけどもいつかですね月がやってきそうですよねいやーほんと信じられない企業ですよねはいこちらもですねいいねとリツイートしておきたいと思いますはい、えー、それではですね今回の事件についてネット上の声も見ていきたいと思います、えー、まずはですねこちらのコメントです 診断書の効力は会社が労働における安全管理義務をなす必要性を証明するもの、つまりこれに従えない場合、会社は会社としての義務を果たせていないとして様々な法的リスクを抱えることになる。 もちろん会社ごとの都合もあるんだけど、明らかな理不尽さは遠慮なく老気に訴えるべきっていうのでですね。まあしっかりとですね、その訴える窓口があるんですよっていうところもですね、まあいろんな人に広くですね、知ってもらうっていうことも非常に大事ですよね。まあ会社の通報窓口しか通報すること,ところがないっていうところもですね、まあ社員としては追い込まれてしまう原因にもなってしまうわけなので、まあ他にもですね、国行政にもですね、きちんとこういう窓口があるんですよっていうところもですね、 広報していくべきですよねまあそれが広まれば、まあ、広まってあとは罰則を厳しくするっていうところですよね、えー、こちらですねいいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントです「2年間飛び込み営業で車を貸してくれず自転車でアホみたいに川沿い走り回って、えー、赤目探してたなぁ」 この業界がホワイトになることなんてありません。そういう仕組みだからです。っていうのでですね。まあ最近ですね、この、まあタマホームの場合は住宅メーカーになりますけども、不動産業界とかこういう業界ですよね。もうなんかこの闇が多すぎますよね。以前ちょっと少し前ですと、えー、某不動産会社がですね、何十人って内定を出していたわけですけども、急にですね、内定切りをしたと。えー、しかもこれ、引っ越しまでさせてですね。<laughs> <laughs> 引っ越しさせてたのに内定切りをするというのでですね。しかも問い合わせにも対応しないというですね、ひどいえ不動産会社がありましたけども、最近この界隈のなんかこういうニュースが目立ちますよね。まあ、あとは、オープンハウスとかもなんか問題ありましたよね。業界全体でこういう風になる、なっているので、これはまあなんか国とかが動かないとなかなか変わっていかない。あとは、まあルール、規制を厳しくしていく、罰則を厳しくしていくっていうことが必要なんじゃないかなという風に思いますけどね。え、こちらですね。え、いいね。 しておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントです 業務停止命令だろーっていうのでですね。まあ、この手の問題があった企業ですね。もう、もう業務停止命令を出してですね、一切の業務をですね、停止するというですね、そのぐらい厳しい罰則が必要なんじゃないですかね。で、これもですね、1ヶ月、2ヶ月とかじゃなくて、もう半年とかですね、長い期間かけてですね、業務を停止させるということがですね、必要なんじゃないでしょうか。一人被害者が出てるということは、他にもですね、予備軍の被害者がいるわけですよね。まあ、そういう人たちを増やさないというためにも、 半年1年とかですね、業務を停止させる、それから、まあ、社長とか経営,経営,経営層ですよね、に対しての罰則を強化していくっていうところがですね、必要なんじゃないかなというふうに思いますけどね。はーい。こちらもですね、いいねしておきたいと思います。はーい。 えー、皆さんですね、今回、タマホームですね、以前もコロナの問題でですね、相当問題になったわけですけども、今回もですね、パワハラ騒動で、えー、問題になっていますと、皆さんですね、このような、えー、タマホームという会社についてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると、 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。